簡単に言うと、はい、あの物価がね上がるとちょっとみんな困るでしょう。はい、困ります。上がりすぎると困るんです。多分ね、エジプトとかすごい物価がどん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 上がりすぎちゃうと思う、うん、それは何でかって、ね、はい、お金すりすぎちゃうんですよね。でお金すりすぎないようなルールっていうのがあるんですよ、そうです、ね、これがねインフレターゲットっていうルールでして、日本も導入したんですね、はい、でそのマイルドなインフレ、まあ多分ねエジプトみたいなところだとね 4% ぐらいのインフレでも多分大丈夫だと思うんです、はい、新興国なんで、はい、日本みたいなところはまあ大体 2% ぐらい、それを一応目標にして 2% になったらお金するのやめますっていう政策なんですけど、なんですけど日本の 今インフレ率ね 0.7% しかないんですよ。ほーってことは、すり足らないってことでしょ。すり足らない、すり足らない、すっちゃっていいじゃん。そうなんですよ、すってよ。で、ね、すったお金でね、何するかって気になるでしょ、すったお金もしじゃあ例えばじゃあフィーフィーさんも含めてみんなね日本に住んでる人にじゃあ1人10万円ずつくれますとかって嬉しいでしょ、これヘリマネです。これがヘリコプターマネ、お金ばら上から振ってくる。そう、お金をすってばらまいちゃう。そう、デフレの時にはいいんですよ。でもインフレ率が目標いってない時はそうやってばらまいて、インフレ率上がったらはいもうヘリマネ終了って終わるわけです。でも今別にやっても大丈夫、やってもいいんですよ、なんでやんないのって感じなんです。むしろこれ 0.2% しかインフレ 0.7% ね、あ、0.7、うん、今 0.7%。 そしたら本当に現実的にじゃどれぐらいがこうさっき言ったヘリマネで、ね、にはこう一応これいろんな計算があって、で僕はちょっとこう計算は苦手なので高橋洋一先生っていう方がねこういう計算をよくやられてるんですけど、今のね日本 その消費が低迷している理由っていうのはあの消費税増税なんですよ、なので、3年間ね20兆円ずつばらまいてくださいというのが高橋先生の試算ですね、でその政府がね、そうそう、政府が20兆円ずつばらまくと、でその財源を増税とか国債発行じゃなくてお金をすってばらまいてください。あのばらまくってさ、はい、私たちの方に来るわけじゃなくてそれを税金の方に回せばいいってこと。あのね、いい視点です。そういうことばらまき方がいっぱいあるのでしょ、で、ね、そうした方が良くない。そうでね、あの減税がね、あのね、減税ってまさにそれがインターナショナルスタンダード、それが国際スタンダードです。減税とかね、社会保険料を1年間タダにしちゃうとか、これが全員に、あの行くんですよ。もしくは人々に回せば消費は上がるから、はい、全体的にじゃあ給料も上がってくるってことにもなる。そういうことになるんですけど、賢く国民が、そう、あのね、僕はあの日本みたいなこういうね、消費者が割と成熟してるでしょ、目が厳しいじゃないですか、こういうところはね消費者に任せた方がいいと思う。だから、消費者にもうそう、もうばらまいちゃった方が、さっき言ったヘリマネをやって、そう、ヘリマネやって、で好きなもん買ってくれって言って、でそのみんながこうね目が超えた人が買うと、その、まあ、消費がバッと増えてその会社が伸びるじゃないですか、はい、ね、でそういう市場に選択された会社っていうのはやっぱ強いんですよ。お父さんのサラリーもちょっと上がるかもしれない。そういうこと、うまくこう経済が回っていくように。ジョナさん、それは麻生政権の時にあのいわゆる定額給付金でしたっけ。あ、そうです、やりました。あれとはちょっと違うんです。あれにね近いんです。っていうかあれそのものなんですけど、何が違うかというのがポイントです。これ実はこの後言おうと思ってたんですけど、あの金融政策のね、まさにこのインフレ目標 2% あるでしょ、これをね本気で実現するっていうそのコミットメントね、これが弱いと効かないんです。はい、本気でもうだから、あの定額給付金を例えば1人当たり10万円巻きますって言った時に、もし物価が上がらなかったら100年巻きますよぐらいの、それぐらいの強いコミットメントすると効くんですよ。そうすると100年もやらないで 2,3 年で終わっちゃうんですね。ところが、なんかこうグダ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 やってると、あの効かないんです、あんまり、はい、あの消費に回らなくてみんな貯蓄しちゃったりとかするんです。そうです。それはなんでかっていうと、中央銀行がまたねいつ態度変えてね、あの金利を上げたりとかして、物価が下がることを容認するかもしれないってみんな疑心暗鬼になるので、だからもうがっつりコミットすればすぐ終わるんです、はい、でもこのヘリマネっていうのをやりませんって否定してるんでしたっけ、政府は。ね、言ってるんですけど、官房長官はね、実はね、これも、これまた耳寄りなニュースで、もうやってるんです。どこにやってるんですか。もうさっき言った国民にはやってないけど、あのね、どこにばらまく、国民にっていうかね、一応やってるっていうのはどういうことかというと、まず日銀が金融緩和をしてるんですよ。あ、ね、年間80兆円国債買ってるのね、で結果今日銀がね、国債何兆円持ってるか知ってます。この間見てきたんですけど、もう、ね、380兆円も日銀の国債持ってるの、380兆ですよ、日本の、政府の債務は1000兆円って言われてるでしょ、うち380兆円、まあ、約 4割ぐらいね、これは日銀が持ってるわけ、ってことはこれ返さなくていいんですよ、日銀って政府ですから、はいはい、ね、伊藤洋華堂が振り出した手形を、セブンイレブンが買ってるのと同じ、セブンアイ・ホールディングスみたいな、グルメになったら多分待ってるだけなんで、別にいいじゃんと、じゃあその社長がもう、はい、じゃあもうこれもう、はい、総裁って言ったら、みんなが言うほど深刻なあれでも、なんでもないんだね。しかもね、日本の政府資産って世界で一番あるんですよ、アメリカ政府の3倍あるんですよ。650兆円なんですよ。あ、380兆と650兆合わせるともう1000兆でしょ、ほとんど借金ないんですよ。なんで煽るのだったら、財政政策なんで煽るの、国民を、利権があるんです。
まさにそのね、エジプトの軍事政権が利権を持ってるっていうのと同じように、うん、日本は軍事政権じゃないけどね、政権を政権っていうかね、霞が関に利権があるんです、うん、どっちかっていうと、まあ、むしろね、あの今の官邸がその利権を崩そうとしてるこのチャレンジャーなんですね、日本の場合はね、はい、あのちょっと理想言っていいですか、はい、ヘリマネって私でもなんか国民は成熟してるって言ったけど、はい、ばらまきすごい嫌いなのは、はい、もらっちゃったお金というか少しなっても、はい、実はそういうのをうまく使える人だけでは私ないと思ってて、うん、私たち例えば子供がいて何で、はい、例えば少子化になってるかとかいろいろ考えると、うん、何で苦しいかというと、うん、他の国と比べるとですよ、うん、教育が高い、うん、高い、あと交通費高い、高い、確かに、あのね、私いつも思うんだけど、うん、せめてだけど、うん、あの新幹線高くないですか？高いですよ。だって独占だもん。競争がないと高くなるんですよ。え、でもさ、ちょっと競争できちゃったじゃん。なんかあの飛行機の方が安くなっちゃったからさ。でも未だに下げないじゃん。私、はい、ああいうのだけでもめっちゃ国のサポートを受けてめっちゃ安くすれば、うん、すごく、うん、あの地方にも経済が活性化するし、みんな行くと思うのよ、家族で。やっぱり、ね、旅行行けないの、ね、親にも会えないの、それはね、実はあんまりうまくいかないんですよ、うん、それやるよりはね、もう一本 JR 東日本が大阪まで新幹線通しちゃった方がいいと思います、ね、これね、みんなね、あんまり知らないかもしれないけど、はいはい、外国人だけパスポートがあるの知ってる、あー知ってる知ってる、なんか数ヶ月さ、なんとかパスって言ってさ、はい、2万円払っただけで、はい、あれ普通の電車だったら乗り放題になるやつ、新幹線も乗り放題、新幹線も乗れちゃうの、だから外国人の人たちって来ると、うん、世界中日本人でも行ったこともないような隅々まで結構旅行行ってるんだけど、あれ日本人がやらないって結構大きな問題で、日本人が日本人を知らないまま死んでってんだよ、おかしいでしょ、日本人は知らないじゃない、日本も知らないまま、バラマキをスイカでばらまいたらいいじゃないですかとか、うん、いや別に私そこをかなりもう制度としてサポートしてかなり安くしても乗るときはだからスイカだってあのなくしちゃうかもしれないけど、そうか、そうか、使い方知らない、運賃自体を下げろと経営努力で、政府のやることってさ、区役所行って初めてさ、え、これ安くなるんですかって知ったぐらいとかだったりするからさ、自分で申請しなきゃもらえなかったりする、そんなことしないで制度自体を、うん、例えば教育自体も全部、うん、私例えば中国に私留学しようと思ってたね、でアメリカ留学しちゃったけど、うん、あれ中国って、うん、それでもだよ、あの経済が今も上がってて、それでも8000円とかだったし、大学が1年間の学費が、まあいろいろなところあると思うけれども、うん、プライベートもだけど、プライベートなところ要するに私立は高いかもしれないけど、それでもやっぱり他の国々見た時に日本ってあまりにも高すぎて、で奨学金というローンがこう重なって、それもさ、知ってるって言ったらあんま日本人知らないけど、外国人はさ、あの返還しなくていいのさ、返さなくていいんですか、返さなくていいです、寮も無料だったりし、でそのほとんどが中間の人だったりするけど、でもこういう国々といい関係を保ちたいからって言うけど、あの人たちさ、日本でかなりその奨学金もらっといてさ、それをなんていうの、経由し、日本経由してアメリカとか留学しちゃったりとか、あとは今なんかコンビニ行ってもほとんどの人が中国人になったりするじゃん、うん、あれ出稼ぎで来てるから、留学生、そうそうそう、幽霊留学生みたいな人たちがいっぱい、はい、あれはあの外国人労働者で、これね、あの言うとね、いつもまたねヘイトだって言うけど、いやこの人たちを言ってんじゃなくて、うん、日本の大学を下手に増やしちゃって、うん、でここに補助金が出るわけ、うん、外国人が入ってくると補助金が出る、うん、大学がビジネスになってる実態にメスを入れないといけない、それはだから、そうなんです、うん、オーバーバンキングなるね、オーバーカレッジなんですよ、ここのヘリコプターマネーっていうのは、いろいろ日本人の人 の、うん、あの学生のために、将来を担う若者のために使ってもらわないと、うん、まあそうですね、私はね、あの空母3隻ぐらい買った方がいいかなと思ってたんですけどね、おっしゃる通りです、いや軍事費は一番いいんですよ、うん、あの波及効果大きいんでね、でもね、すごくためになりましたね、はい、まあそういうことで、あの日銀の決定会合はね、はい、28、29、これ注目なんです、はい、で今までずっと現状維持できたんですけど、その国債の買い入れ金額を年間100兆円にして、でかつね、買い入れ対象をね、国債だけにすると、はい、もう国債の市場が日銀がもう半分ぐらい買っちゃってるんですよ、はいはい、引き上がっちゃうので、他のもん買ったりですね、例えばその ETF、あのいわゆるその株式ですよね、はいはい、それからそのリート、不動産ね、それから場合によってはね、地方債、はい、夕張市なんかほら財政破綻で苦しんでるでしょ、でね、300億とかなんですよ、ね、もう日銀からしたら花紙程度ですよ、300億なんて、半分ぐらい買ってやればいいんですよ、そしたらほら借金負担楽になるでしょ、だその地方債を買ってやるとか、もうちょっとその財政規律多少緩んでもいいんです、なんでかというと、その経済成長すればそんなんいくらでも埋めて余りあるメリット出るから、
だからそういうふうにやるのがいいんですよ。だからまあ今フィリピさんおっしゃるようなそのまあそのピンポイントで交通費っつもあるんですけどあれそれだとあまりにも偏るので、ね、地方債をざっくり買うとか株をざっくり買うとかで、はい、なるべく周りにこういったものできるんであればいいですよ。そうそう。であとまあ国債買って政府が新たに国債を発行してそれを買って政府が国民にばらまく、ねね、まあ、場合によってはその、防衛費なんかに使ったりとか、それからまあ海上保安庁のね、はい、官邸の強化に使うとか、そういうのをやってもいいんですよね、はいはい、そういう形で実はまあほとんどね、もうだから日銀が4割ぐらい国債持ってるので、ヘリマネ的なことすでにやってるんです。日銀の直接引き受けもやってるんです。あえてヘリコプターマネーっていうかって、すごいばらまきやるみたいな、こう、レッテル貼りをするわけですよ。はい、日本は財政危機なのにばらまきなんて言って大丈夫かって。大丈夫です、デフレですからって話なんですよ。この13番そのままの流れでした。はい、あ、消費税を増税しない。消費税増税しない、財政危機、ほら、言わってるから、まやかしだった。これ、まやかし。なんでかって。ちゃって。これ、さっき答え言いましたけど、財政再建ね、すみません、この場で宣言させ、はい、財政再建終わりました。お疲れ様です。もうできました。財政再建終了です。仕事終わってましたって。はい。煽ってるけれども、根拠がないですね。根拠がないです。やっぱりその商売やってる方は分かると思うんですけど、貸借対照表ですね。バランスシートで見ないといけないですよね。はい、だ例えばそのあるね、中小企業の社長が、俺は10億も借金して借金大魔王だよとか言ってて、でもその人実は貯金100億持ってたら、お前いい加減にしろってなりますよね。プラマイ90億もお前純資産あるじゃねえかって思うでしょ、日本政府はまさにそうなんですよ。一線注意借金して定員でとか言ってるんですけど、4割は関連会社が持ってるんですよ、もうね、日銀が。で6割は政府資産があるわけです、ね、これって税金をもっと欲しいからっていうことで言ってる方なの？税率を上げるために、消費税を増税するための口実に使われてるんですよ。それとも一旦そういうふうにさ無理してるように見せてさ、一瞬回復した時にほら、はい、なんか評価されるじゃん、 そうですね、その政権が、はい、およくやったねみたいな、はい、その時のからくりみたいなのにも使われてたりもするの？これはね、財務省のね予算編成上の慣行があるんですよ、うん、歳出権と言いまして、うん、消費税何パーセントを例えば、まあ、3% 増税するとしたら、あ今度 2% か 8% か 10% か、2% 増税するとしたら 0.5% を社会保障に使います、はい、0.5% を何に使いますって、なんかね、税率と支出が結びついてるんですよ。すごい不思議なことなんですよ。でそれは税金をね、要は税率を上げて もう消費行動が変わらないっていう前提なんですよ。間違ってるでしょ。税金上がったらみんな消費やめるので経済おかしくなって、で税収減っちゃうんですよね、普通だったら。今でそこそそうだね。そうなんですよ、まあ、今税収が増えてるのはこれアベノミクスやってるから増えてるんであって、本当は増税しなければもっと増えてますよ。消費はさ、はい、で消費は落ちてます、もちろん落ちます、ね、だからそういうことで消費税を増税するための口実 でよりたくさんなんていうんですか、その歳出権が欲しいんです、財務省は。そうなん、権限増えるでしょ、あなたにこれあげます、あなたにこれあげます。完全国益より省益ですよね。省益ですね、はい、でそれでそのじゃあ消費税が上がるってことで、じゃあ軽減税率してくださいとか言うと、はい、業界団体作って皆さん暗議はするわけですよ、そうすると天下りを受け入れてもらったりとかね、全部そういう。これさ専門家の人がもう少しさ言わなきゃいけないけど、そう、専門家も財務省に全部もうだからジョンデさん出れないんでしょ。で、ね、出れないんですよ、キー局のさ。キー局出れなかった。オファーあれば出ますけど、こんなこと言う、オファー来ない。だからこういう人じゃない人が出てるわけじゃん。あ、そうですよ、はい、そうすると嘘ばっかり言ってんですよ、日本の借金が大変でと。だって三橋さんとかも出てないもんね。あ、まあ、それは違う理由かもしれない。嫌いなの、嫌いなの、経済学の、ね、それは違う理由だと受けたかったな、もう、ジョネさんみたいな方にね、大学の経済学の講義を。いやいや、僕はそう受けたかったです。あくまでも経済評論家ですから、大学で教えてる人たちもさ、腐敗してね。いや、大学の教授がいっぱい、大学で教えてる人もね、こういうことに対してこういろいろ言ってくれる人っていうのはね、例えばそのこの辺だと専修大学の野口朝日先生とか、いらっしゃるわ、いらっしゃいますよ、中央大学の浅田東一郎先生とか、それからその立命館の松尾忠先生とかね、あとまあ上部大学の田中秀富先生とか いますよ、でも学生は分かんないで入っちゃうからな、先生で選ばず入らないからな。まあそうなんです。で元はね、その今の日銀副総裁の岩田紀子先生なんかが中心になって、昭和恐慌の研究という本を書いて、それを読んで共感した人が割とこうリフレっていうことで応援してたんです。でこれはもともと日本がやったオリジナルの政策でね、1931年に高橋是清がやってる政策なんですよ、それをそのままやれっつってるだけの話で、別に新しいことでも何でもないんですよ、デフレの時にはこういう話っていうのは、ほら私みたいにさ、はい、詳しくなくて、はい、まあ、主婦みたいな人は分かんないとしても、だからテレビ見てるだけじゃ危ない危ないっつってるわけ、はい、だけど普通に働いてらっしゃって、はい、やっぱり社会人の方々の多くは、はい、ここもビジネスマンいっぱい分かってることなの、はいはい、いやあんまりね分かってないんですけど、みんな社会回してる、最近相当こっち側の声が大きくなってきたんで、ネット見てる人がいるんで、ね、ある程度は知ってる人いると思います。でもね1割か2割ぐらいだと思いますね、だけなの、だと思います。どういう社会回してんだ、はい、そういう人たちが。昨日もね、あるちょっと、まあ、講談社の編集の人と喋ってたんですけど、自分とその大学同級生だった人がね、某メガバンクの役員なんですよ、でその人が政府資産がね650兆円もあるって知らなかったそうですからね。
やっぱりさ、うん、銀行でもそんなもんです、うん、はい、この番組通じて広めていきましょう、はい、本当に大丈夫ですよ、布教するようなね、はい、覚悟で参りましょう、はい、ちなみに先ほどの常念さんのお話に関連してアベマ、視聴者の方から貯金されないように使用期限付きの商品券で支給すべきではというご意見もいただいて、それはすごいあり、はい、いただいております、これね、はい、電子マネーとかね、貴重なご意見もありがとうございます、3ヶ月には消えちゃうとか、はい、